生まれた時から未知を排除された存在がいたとする。既知感、彼のせいはすでに知っている世界で、すでに知っている出来事だけを繰り返し繰り返し見せられるのに。なんという地獄の苦しみであることか。始まりから生きていないのだから死ぬこともできない。否、死ねない。私はこの世界に生まれたという証が欲しい。
狂おしいほどに未知が欲しい。私はあなたにこの世界の残虐なる秘密を享受しようとしている。それを聞く勇気は終わりか。あなた以外の誰にも話そうとしなかった真理に最も近いとやらいう秘密を。答える前に一つ、なぜ K はそれを私にだけ明かそうとする。私があなたを畏敬申し上げているからだ、獣殿。あなたは強い、あなたは美しい、そしてあなたは恐ろしい。私の生とは呼べぬ人生にあって、あなたほど地獄に近い人間は見たことがない。あなたを除けば、あなたは私が知り得る中で最も悪魔に近い人間だ。陳腐だな、カール。悪魔などという呼び名、珍しくもない。究極に近くなるほど形容する言葉は陳腐になるもの。火を水のようだとは言いますまい。火は火のように、水は水のように、そしてあなたは悪魔のように。あなたは私を魔術師と言ったが、あいにくこの身はそのようなものではない。単純に言い表せるのは強き者のみ。私は弱くいい加減だ。常に本質が揺れ動き、名前だけでも幾百幾千と持っている。弱い、どうしようもなく脆い、それが私。あなたのごとき絶対とは比べるべくもない卑小な存在。しかしだからこそ分かることもあるのです。答えをお聞かせ願いたい。よかろう。 K は私を絶対と言ったが、たった今私にもそう思うものができた。カール、我が友、私も K を畏敬している。K の秘密に触れたいと願う。それすらも鬼畜間とやらの輪のうちなのか。残念ながらそのようだ。そうなってみて初めてそうだったと思うがゆえの鬼畜間である。口惜しい、呪わしい。あなたと出会い、あなたほどの地獄に触れても、まだ私は生きていない。このままでは死ねない。なるほど、わかるぞ。その無念、K の苦しみが手に取るように。ならばご理解いただけるか。あなたが破壊を司るなら。面白い。全てを壊すか。そう、この国を、この世界を、目につくもの全てを壊す。天国も地獄も神も悪魔も三千大千世界の全てを壊そう。壊したことがないものを見つけるまで、このゲットを超越するまで、それこそが。そういえば私と K は前にもこの話をしていたね。しかりしかり、百億回も繰り返した。我々は未だこの牢獄に囚われている。ゆえに彼がいるのですよ、サラトゥストラが。
やっぱりここにいたよ。あのさ、私前々から思ってたんだけど、あんた学校嫌いでしょ。藤井くんが嫌いなのは面倒なこと、小言とかそういうの全般。青、白。は？見えてるぞ、角度的に。寝てる奴の前で仁王立ちなんかする方が悪いんだよ。だからって、あんた。ほら、これあげるから機嫌直しなさい、青色さん。いや、その…キャラメル1個で買収されるなよ。安い青色だな。失礼。安くなんかないもん。こら、藤井くんもからかわない。青色さんも落ち着いて。あ、その先輩、嫌がらせですか？ん？何のことかな、藤井くん。さあ、とりあえず空のように広い心を持ってほしいんですけどね。青色だしね。そうですね。そんなどうでもいいことは置いといて。どうでもいいこと？ラメ入りとかスケスケとか秘密の小窓付きとかだったらどうでもよくないかもしれないけど、受けが欲しかったらもっと精進しなさいね。貼らなきゃ人気者になれないよ。なんで私がパンツの種類で人気取らなきゃならないんですか？あとそこの盗撮魔、今すぐデータを抹消しなさい。怖いね。おっかないですね。さっきの放送、休校はないって言ってたけど。まさか一緒に講義しに行こうとか言わないよな。言わないわよ。先生がそう決めたんだし、反抗なんかしませんです。私はただ、あんたが午後の授業もサボらないよう見張りに来ただけ。先輩も？私はご飯を食べに来ただけ。食べる？くれるなら。綾瀬さんは？じゃあ、私も。仲良し3人。けど、なんでまたこの状況で休校しないんだろうな。どう思う？子供じゃないんだしってことじゃない？これが原因で引きこもりが増えても困るだろうし。